はいどうもご紹介またライフイズストレンジスをねやっていこうかなと思います。前回は、えー、っと、まずフィン、フィンくん、<laughs> フィンくん、ダニエルくんの強盗計画に巻き込まれた、まあもちろん俺もね、ちょっとダニエルから目離したっていう責任もあるんだけど、まあ、強盗計画巻き込まれて、まあ、ダニエルが暴れて、まあ、フィンと、えー、女、キャシーと、俺が、じゃあ俺 と、あとおっちゃんがボロボロになってダニエル一人どっか逃げたっていう感じで俺は入院しててこれから無所にぶち込まれるんじゃないかっていう手前ああこれはダニエルを巻き込んだ報いだ入院患者さとか。

もさこれ多分結局多分ねダメだったと思うんだよななんかいやすごいハッピーな道行けるのかなと思ってちょっと期待したんだけどどっちにしてもなんかダニエル暴れてるくさいからそうまあそう考えたらまあ結局ここなのかなっていうその大幅なそのストーリーの変化は多分用意してないからライフ e ズストレ r ジ多分エピソード性だしさ ごめんなさい。お姉さん、こんばんは。別に。でダニエルの件、手がかりが。ええ、それが。仕事。捜査局が四つの州で手配してる。捜査は進行中よ。嘘ついたな。嘘ついたな。居場所どころか。手がかりすらつかめてね。そっちか。嘘ついてるのは。あなた。 そのつけをダニエルが払ってる黙れクソがもういいともかくまあ正直に言えば良くないなんかまあ信じられないと思うけどさあいがあるしまた明日くる絶対正直言った方がいいってフィンフィンじゃない誰だお前ショーン、まあ、プライドあんのかな 弟守りたいって気持ちもあるんだろうないや正直言うのがやっぱダニエルのためでもあってお前のためなんだってあぞ。あら日本語でジョーク <laughs> <長>日本語ジョークこの逆に外国どうしたんだろうな <laughs> 英語版どうしたんだろうジョーイって名前じゃないのかな何 ジン帰んのことジンのこと,のことどうかなあの刑事の考えはわからない o n とごめんなさいでね。<laughs> とにから、信用できない。<laughs> 君たちの事情を考えるとそれも仕方ないな。またくひどい話だ。君がここに来て3週間、毎日会って。

リハよろしくお願いしこれ。まず気持ちを整理して十分は勝手に。<laughs> 俺はセラピストじゃないが、君のような怪我をした人はみんな怒りをエネルギーに変えてたよ。<ー>君はそうするといい。それに最近のギガはすごいぞ。<laughs> きっと大丈夫だ。わあ、いい人だな、本当に。

4回だろ <laughs> 分かってる。もっといろいろ力になりたかったよ。いや、十分だよ。いてくれてよかった。ありがとう。よかった。役に立てたなら。<laughs> あ,あくそ。緊急事態だ。行かないと。一服もできない。お別れは明日な。 ジョーイジョーイなのかジョーイなんジョーイって名前ジョーイタオル見てみようかじゃあ何これ うわ、すげえ久しぶりだなアイテムランふえるこれであスケッチブックか。 ダニエルを守れなかったまたどこ行ったんだごめん隠れてるのか10歳の子が一人でどこにシアトルかいや遠すぎるし行くとこもない

いる前話ジェイコブと一緒なのか無事なんだなあ君のテントからいろいろ借りた,たしゃべんなよこっちも読んでんだからスーパーフルーのコミックもね取りに来たら来てくれたら返すよジェイクってあれか信者か何これハンナキャシディ何これ ああ木が浮かんでるシーンかこっから俺が描いたやつかな戻れないんですけど助けてののあ,ああそういうことねヘイブポイント終業コミュニ込み。ジェイコブにもちょっと怪しかったけどな,なんかあいつのとこに行かなきゃでも まずここから逃げなチェイコブがえああれじゃあ開幕の絵ってあれかなショーンかな絵っていうかまあシーンセイクリットセイクリットかななんだあれ じゃあそろそろ出てこうかクソそ静かだな音に気をつけてさっさと逃げ道を探そうちゃんと拾ったいろいろ何もなしよいけるなあお前これよよーこれでいけるなお前なさすぎるだろう しめとこう。あ、時間稼げるもんな。無有病でどっか行っても気傷からないように。しめとこうか。プライバシーが必要だな。避難マップ。えっと。問題は鍵のかかったドアとは。アノクソな見張りだ。いや、窓から生きる高さじゃないもんな。 窓こんなのスーパーヒーローでもなきゃ開けられない。ああちゃんとかかってんだロックさすが病院だね出し切るうまく渡り切れるといいんだけどそうそうえあれっこんなとこ出て行ける。窓からでも行けるのかまさかこれうわ 建物の脇から降りるか落ちたら死ぬないやでもこう固めない段階であるとちょっと怖いなさすがに車さえあればこんなとこ出ていけるのに誰もいないこう都合だな先にここでやっぱ偵察しないとねこういうとこ行けないっぽいさすがにえっ まあ、開けても別にいかない。いやでもこれさすがにちょっと見ようぜ。このまま普通に外に出たい工事中の部屋多分足場はこの部屋に繋がってるはずだ。俺のリュックがあの辺りにあるはず。あ外から回っていかんためってことか。おやすみ。 なるほど鍵かかったってそういうことねいやこれでもどうだろうな<あ>欲しいっつって開けてもらっでもそしたら結局じゃああいねえじゃねえかって言ってすぐバレるくない逆にこの窓は素手じゃ開けられねえ いや、ロックいじればいいんじゃないんだよ、これ。え開けれるもんある上位のペン。ここで俺を助けてくれたのは、上位だけだった。上位はいいやつだったな。なんでカーテン開けるってあるんだろうな。あれかな、カーテン垂らすとか。え、でも開けられないっつったよな。 窓すでじゃあ受けらんねえちゃちゃちゃごめん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 なんかあれ天井あっそんなことある そもそも天井開かないだろうなんで開くんだよすでに映画だわもうその段階であジョイのペンあ記念品かなるほどねえでもこれいけなくないじゃんそのーなんていうの 気づかれずに抜け出す方法があるはずなんだ。スイッチ目を目。目を確認しなくていい、怖いから。ねじ止めされてない。外せそうだけど。音でばれそうだな。こっちは。この手すりは。外れそうにないな。 ええー、音でバレそうだなんてバレるじゃん、じゃあ。じゃあバレるじゃん。くす、も薬で言ったらさ、結局警官が起きてるわけだからさ、あれじゃないだって、だっ警官が起きてるんだったらさ、結局、なんか警官だから開けてもらって、その間抜き出すってことでしょ、薬取られる前に。 それって結局警官から病でバレるからね帰ってきて「おいお前薬持ってきたぞ」っつって「おいいねえじゃねえか!」ってなるじゃん音でバレるかな呼び出しボタンでもなえ選択肢を でも音でバレそうだなって言われたからな。バレるんだろうな。あ、ごめん、閉めると思っておっしゃった。えー、でも上位もさすがにそんな、どうだろう。説得しそうだけどな、上位。呼んでみようか。信頼できる男。ただな、それどうなんだろう。看護師としてどうなんだろうな。 それが正しいのかと言われるとねジョイくんのかなジョイくんのかな行くもったうがいい。ちょ、完全に隠れようぜ。 何か用か呼ばれたから様子を見に来たんだそうか一服したかったんだ休むのも仕事だ行ってきな超いいよぉ俺の二番目のお気に入りくん <laughs> なんてね。ずっと働いてるな今日は特別なんだダイアンが風で休みだからヘトヘトだが 残業代の魅力には勝てないそんなんもらえんだそれよりひどい顔してるなどうしたんだ <laughs> いやこれどうだろうな言わない方がいいよな多分だって普通に多分看護師だったら出させるわけないからい<や>隠そうぜ目の痛みがひどい頭も痛いそりゃまずいな痛み止め取ってこようかそれよりも 気分を変えたいえっと、ちょっと散歩していいできればさせてやりたいが見張りに、タバコ休憩を邪魔されたって怒られちまうナジョイ俺を逃がしてくれえなあ、ショーできないってわかってるだろあ、そうだよな俺は君の味方だ移送されたくない気持ちもわかるでも、おかしな真似はするないいな

さすがに仕事と人生は投げ出せないんだまあまあそうだよな、まあ、ジ順位が正しいよ。ああ、ただ。必死で。このインターバルを狙おう。上位と警官のインターバル。ここがチャンスだから、これ狙ってるから俺は。 しょここで時間使うんじゃないこのインターバルを使うんだよ切り返せりおい帰ってきてんじゃねえかやれやれてええこれでも音でバレるだろマジで。ま えー、ちょっとやだーわかんないんだけど解決策とりあえずは窓から行くのが正解なんだろうななんかすごい無駄な時間過ごしちゃったえー、でも絶対バレんじゃんこんなの音で、まあ、いいやるよじゃあもう開けようがないもんな静かに やってみるかすいません、トイレで物としましたって言うしかないか何やってんだよ、俺。見張りが起きたし、怒らせちまった。 えっまあもうでもまあ別にそんなでもいいんじゃないの閉みよせぜカーテンえー、でもなんか無駄に時間かかっちゃってごめんなさいなんかすごい時間かかってるいけるかこれで安全装置を壊すああ安全装置ね滑り止めね 絶対音はバレると思うけど。ね音でバレない。そ、そういう壊し方やめようや。あ、それでいけるんだ。うん。結構控えめに壊れたね。もっとなんか、ガッツパコーンっていうかと思ったけど。え、怖っ。お前、片目見えないんだぞ。調べてから行こう。 これをたどれば別の部屋に忍び込めるかもええー、怖行くかじゃあ大丈夫かな間違えた間違えた,違えたもうボタンが噛み合わね死ぬほど怖いけどでもいや片目見えないってのが怖いわたださやばいのに大丈夫かできるだけ壁伝いに行けよ いやもう中に戻ってもらって何もないじゃん。あったかなもしかして天井から行くってあったかなもしかしてワンチャン。頑張れレーション。絶対、絶対ガクーってなるじゃん、これ。絶対これなんかあるでしょ。綺麗。きれい 落ち着け落ち着け落ち着け,け大,丈大,丈大丈夫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 靴下脱いだ方が良くない多分滑らないよ多分そっちの方が靴下脱いだ方が良くないワンチャン落ちてももしかしたらマックス来てくれるからマックス解き止めてくれるから多分マックスが多分やめてあなたはまだ死ぬべきじゃないって言った戻してくれるから危なかった うわあ、ことでバレそう、他の患者の部屋もあるわけでしょ。まだ全夜きじゃん。バカかよ。まだ全夜きじゃん。頭悪いんかミハリは寝てるな。チャンスだぞ。 めっちゃ電気ついてるけど大丈夫よお前めっちゃ電気ついてるけど人がいるから電気つくんじゃないの電気って人いないのに電気つけるバカいるあ聞着替えた あ、薬は一をもらっていくってことかなこれいいねこれすごい無駄にまあでも上位と話したってことはまあプラスに捉えようすごい時間使っちゃったけどはっあっあれフィンだマジか ここで何をいや、俺は起こさないよ。そりゃ先行くしかない。ここで時間使うことがリスクがあるというのはもう長年ね、長年というか、いろんなゲームやったから分かる。もうここで時間使ったらバレる。普通に。バレかねる。ちょっとピンチになるから。多分多分あるとしたらあれだよ。あの。 そうしたゃね警察が気づいて、ガタガタって喋ってるの聞こえて、なんか、なんか誰か来て、やべえ俺行かなきゃって言って、ショーンが脱出で逃げていくと思う、多分。あいつ話してたら。お、誰々が脱出したぞみたいな。病院が大騒ぎになってる間に逃げるみたいなことになると思うから。今だったら、ほ静かな間に逃げれるから。大丈夫、大丈夫。これ、これがやっぱね、 リスク管理、リスク管理。というかさ、車の鍵閉めろ。なあ。なあ。そういうとこやぞ。外人。アメリカ、アメリカそういうとこだぞ。鍵閉めろよ、ちゃんと。あ、なんかちょっとしたようで出ただけだったのかな、もしかしたら。ちゃんと鍵閉めないと。 なんで2、3台探したらあんの ?1 台。かけ閉まってない車。バカか。あ、でもめっちゃ切りこい。めっちゃ切りーはちょっと短いけど、切りがいい。切るか。ごめん。ちょっと切りがいい。あ、なんか、なんでなんか、止まらない。なんか、一時停止になっちゃう。 今まであれ出てたのに設定マーク一時停止マークになっちゃってる怖い怖い怖い大丈夫かお前固めだしな目の負担違うもんなやっぱななんかかっこいい感じになってくるなせめてなんか漫画のキャラじゃないけどさそしたらまだね まだ、まだ見れるから、確かに痛々しい感じだとさ、やっぱこっちもね、やっぱ責任あるわけだし、俺も、責任あんのかな結局こうなってたんじゃないの <laughs> 結局こうなってた説、濃厚だからな。ダニエルの好感度は違えど。あ、出た。音楽タイムか。ちょ、一回休め、バーション。 休めないか逃亡の身だもんな <laughs> カリフォルニアナンバーかっけえ運転できんだなせめてなんかちょっとしたさなんかちょっとぐらいはいい終わり方見たいよなせめてな ダニエルも少しはお互いあったかなこれだけだらあれかなセーブっていうかあっあっなるほどねオープニングだったんだあっ進行つながるね確かにあの男進行好きだったからなあっあそこじゃん最初の何 警察殺しは一生出られないぞ、みたいな言ってたとこじゃん。じゃあアメリカのこういうとこすごいよな。この広大な土地。まあ砂漠っちゃ砂漠なんだけどさ。こういうとこがやっぱいいよな。雄大すぎる。本当に。実際見たいわ。なんかよくこういうシーンは見るけどさ。実際見たことあるかって言たらないから。 あちゃんと休憩してるねよかったよかったそこなんかなんか優雅なドライブだななんかあ来たセーブきたねじゃここで一回切るか <laughs> なんか最後ショーのドラ,ドライブを見守,見守って終わるけど、まあ、ここで終わるかさすがにな綺麗しな んーペインが消えたら押します。はいじゃああっした。